ウクライナのレズニコフ国防相は19日ツイッターで地対空ミサイルシステムパトリオットがウクライナに到着したと発表しました兵士は操作を習得したとしていてウクライナの空がより安全なものとなるとコメントしていますパトリオットは飛来するミサイルなどを高性能レーダーで捉え長距離ミサイルにより迎撃するシステムでアメリカやドイツ、オランダが供与を表明していましたが 今回到着したののののがどの国のもかのかは明らかにされていません一方、ゼレンスキー大統領は19日隣接するベラルーシとポーランドに近いウクライナ北西部を訪れ国境警備隊を激励、国境警備の強化策などについて報告を受けたということです。ニュース